こんにちは、エンタメゴシップニュースです。ロサンゼルスタイムズに掲載された記事で、ジャック・ハリス記者は、ロジャースのメンバーたちが語る大谷翔平選手の性格について紹介しました。チームメイトたちは、大谷選手の情熱的な一面に驚かされ、彼の才能だけでなく、特別な人柄にも感銘を受けていると話しています。クレイトン・カーショー投手は、大谷は内向的で自分について多くを語らないと聞いたことがありますが、彼がロッカールームにいると本当に素晴らしい存在ですと述べました。彼は常に全力を尽くし、野球に対する熱意を隠さず、彼の情熱はチーム全体にいい影響を与え、前進させる原動力となっています。大谷には大きな体に子供のような純粋な心が宿っていると、カーショー投手は続け、彼の強い性格に驚かされることが多いと語りました。カーショー投手はさらに、大谷選手のキャリアで最も困難な出来事にも触れ、彼がフィールド外で直面した苦境についても言及しました。私たちは常に彼を支えようとしており、それが大谷にとってチームの一員としての団結感をもたらしていると思います。彼がチームにいることを非常に喜ばしく感じており、この良好な関係をこれからも築いていきたいですと語っています。最後に、どうして大谷選手がこれほどの成功を収めたのかについて尋ねられた際、カーショー投手は、それは彼の野球に対する純粋な情熱だと思いますと答えました。彼はいつも初めてプレイするかのように、子供のような喜びと大人のような決意を持ってプレイします。それが彼に情熱とプロ意識の完璧なバランスをもたらしているのです。カーショー投手は、大谷選手のスポーツへの取り組み方や常にポジティブな態度を保つ姿勢が彼を特別な存在にしていると語りました。ジョー・ケリー投手も同意見で、大谷がチームの一員であることを本当に嬉しく思っています。彼は素晴らしい存在で、私たちはさらに結束を深めようとしていますと述べました。またケリー投手は、彼の冗談は本当に面白いんです、思っているほど静かな人ではありませんよと付け加えました。チームのリーダーについて尋ねられた時、ケリー投手は、特定のリーダーはいませんが、みんなが大谷の行動に影響を受けています。このロッカールームには特定のリーダーはいませんが、全員が信頼と尊敬のもと、チームの成功に貢献していますと語りました。しかし、誰もが大谷を信頼し、彼をチームの英雄とみなしていますとケリーは強調しました。ドジャースのキャッチャーであるオースティン・バーンズも大谷選手を称賛し、彼はとても活発で、いつも笑顔を絶やさず、冗談を言うのが大好きですと述べました。そして、面白いことに、私たちがまだ冗談を言っている時でも、フィールドに出ると、大谷は驚くほど真剣に集中しますと続けました。いつも冗談を言っている彼が、試合になると、一気にモードが切り替わるのです。一方、アレックス・ベシア選手は大谷選手のリラックスした一面について語り、飛行機でよく大谷の近くに座ることがあるのですが、彼が通路に足を伸ばしてぐっすり眠っている姿をよく見かけますと述べました。彼は、私がこれまで出会った中で最も謙虚で親しみやすい人物の一人です。驚異的な 50-50 の成績を達成した後でも、大谷翔平は普段通り自然体で楽しげな様子を保っています。帰りのバスの中で、ジョー・ケリー投手は、彼はまだお気に入りのアニメについて熱心に話していましたと語りました。大谷は野球の才能だけでなく、世界中で知られていますが、プレッシャーを感じている様子は全く見せません。ケリーはその点に一番驚いたと言います。チームメイトのトニー・ゴンソリン選手も、大谷はいつも子供のような楽しさを持って試合に参加しながら、結果は大人のように残していますとコメントしました。
彼は常にポジティブな態度を保ち、時々いたずら好きな子供のような一面を見せてチームを楽しませます。多くの人が大谷の好きなアニメに興味を持っています。彼の強いプレースタイルから多くの人はドラゴンボールが好きなのではないかと予想しています。このアニメは劇的なアクションと困難を乗り越える決意で有名です。それが大谷のお気に入りだとしても納得できます。またオスカー選手は、大谷はみんなが思っているほど静かではありません、彼はとても活発で賑やかですと続けました。テオスカー・ヘルナンデス選手は大谷選手の素晴らしい点の一つとして常に謙虚で親しみやすい態度を保っていることを挙げました。これにより大谷選手と接した人々はみんな彼に非常に好意的な印象を持っているそうです。彼は優れた選手であるだけでなく素晴らしい人間でもあります。彼の成功は決して謙虚さや誠実さを失わせることはありませんとテオスカーは称賛しました。またテオスカー選手は大谷選手の野球に対する真摯な姿勢にも感銘を受けていると語り、彼がロッカールームでしていることを見ただけですでに十分に印象的ですと話しました。試合の3から4時間前には大谷はすでに計画を立て、ビデオを見返して試合のあらゆる側面を詳細に分析しています。彼が全てに時間をかけ準備している姿を見ることができて本当に幸運だと感じていますとテオスカー選手は言います。お気に入りのチームメイトは誰ですかと尋ねられた際、ヘルナンデスは全員を愛しているけれど大谷を最も尊敬していると断言しました。彼は、私たちはトレーニングキャンプが始まってからこの8ヶ月間ずっと一緒に過ごしてきましたと語りました。実際のところ特に最も長く一緒に過ごしているチームメイトはいません。チーム全員で意見が食い違うことや時には議論になることもありますが、基本的にはみんながお互いを愛し支え合っています。そのため特定の特別な人はいないのです。しかしチーム内で最も尊敬する人は誰かと聞かれたら、それは大谷選手だとテオスカー・ヘルナンデス選手は語りました。テオスカー選手と大谷選手はドジャースに入ったばかりでまだ1年も経っていませんが、2人の友情は急速に深まっています。春のトレーニングキャンプから2人はいつも一緒に行動しており、チームメイトもその特別な絆に気づいています。おそらくこの親しい関係は日々の小さな楽しい瞬間から生まれたのでしょう。テオスカー選手は春季トレーニングで初めて大谷選手に会った時、彼の笑顔に惹かれ、それがきっかけで2人の友情がますます深まったと語りました。ベンチでは2人はよく笑い合い、チーム全体に楽しくリラックスした雰囲気をもたらしていました。ヘルナンデス選手が大谷選手をからかったり、2人でプレイのコツを共有したりする小さなやりとりがスポーツを超えた友情の象徴となりました。シーズン中、2人は健全な競争心を持ちながらも親密でユーモアあふれる瞬間を共有しており、その結果ファンの目には特別な関係として映っています。特にどちらかがホームランを打つと、2人はひまわりの種をまくパフォーマンスでお互いを祝福し合い励ましていました。大谷選手の親しいチームメイトであるムーキー・ベッツ選手も大谷選手の性格と成果に対して多くの称賛を送りました。私は常に全力を尽くしてきました。最高の存在になりたかったからです。しかしどんなに努力しても彼を超えることはできませんでしたとベッツ選手は語り、大谷選手がシーズンを通じて達成した偉業に対する敬意を表しました。ベッツ選手は大谷が多くのホームランを打ちベースを盗む能力があることは知っていましたが、シーズンを通して安定したパフォーマンスを維持できるのは本当に驚くべきことですと語り、
大谷選手の努力が十分に報われたと評価しました。さらに、ベッツ選手は、大谷選手の成功が単なる。生まれつきの才能だけではなく、毎試合での粘り強さと決意によるものだと強調しました。彼は、今の成果を得るために絶え間なく努力してきました。それは、翔平の努力と投手の証ですと、ベッツ選手は断言しました。ベッツ選手はまた、初めて大谷選手に会った時には、特別な印象を持たなかったと話しました。大谷は普通の人でしたと、ベッツ選手は語り、大谷選手に対して先入観を持っていなかったことを明かしました。ベッツ選手自身も忙しく、ロッカールームやトレーニングエリアでの大谷選手は、他のチームメイトと変わらないように見えたそうです。彼はただ野球を愛し、キャリアに全力を尽くしながら、家族との時間も大切にしている普通の人ですと述べました。しかし、試合になると、大谷選手は超人的な力を発揮すると、ベッツ選手は断言します。彼には、並外れた力があり、それは彼が、フィールドに立つとすぐにわかりますと、試合中の大谷選手の特別な力強さを称賛しました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。